寿司いっぱいあったもん。ではいただきます。美味しそう。いただきます。乾杯。あ、乾杯。今日お酒じゃなくてグレープフルーツです。そう、うまい。うまい。 100% じゃないね。最高や。さっぱりする。ごめんちゃん、さっきさ、いっぱい食べたからさっぱりするんじゃない？うん、めっちゃいい。ステーキ食べる。うん、うまい。うん、うまい。リブチだ。全部のクオリティがだから。これ食べていいか。うまっ。うまっ。何だろう。イカ。イカの揚げてね。うまい。うん。撮影は大変だった。うん、もともとこっちの予定が入ってたんだけどさ、うん、22日どうですかって言われてさ、そうそう、どうせだったら出たいねってなって、うん、お寿司全巻もらった。全部出た。びっくりした。赤酢、ま、赤酢だ。ほうほう。お寿司赤酢わさび多い、辛い。マグロ、俺2巻でした。マグロ、うわ、うん、マグロうまっ。結構かっこいい。ケーキめっちゃ美味しいよ。何？えぐい。うまっ。えぐい。めっちゃサロイ。うん、うまっ。これ食べ放題でしょ。うん、うわっ。いっぱい食べたい。うわっ、うまっ。まだ天ぷらとかもある。うん、お腹空いてた。うん、結構空いてた。お姉ちゃん鍋食ってて、うん、俺ずっと待機してた。お前と子供も多いよ。え、思った。びっくりするんだよね、来るたびに。なんかさ、俺って子供の頃じゃ考えられない。いつまでよ、そんないっぱいいるんだなって。こういうの経験したことのある子供って。クラスにもいたかもよ。衝撃だ。まあ、クロワッサンうまい。なんか3、4回目ぐらいだけど、初めて食べた。クロワッサン初？うまって食べよう。うまい。ビュッフェ系ってパン見落としがちじゃない？なんかチャンスがあるってあんま聞かないの。できれば。お腹いっぱいになっちゃう。うん。マカロン多すぎ。これ何？ハンバーグ？ハンバーグとステーキを。ハンバーグあるんだ。そうそう。もう大食いになりたい。いっぱい食べたい。寿司食べたい。こういう時いいよね。うん、マカロンが気に入ってる。いっぱい食べる。4個目。どっか500円。有名なとこだよね。500円。500円する、うん。やば。うわ、さつまいもうまい。私も天ぷら取りたい。うん、めっちゃ甘い。小学2年生ぐらいの子がさ、天ぷら頼んで、何しますかって言うと、うん、やっぱエビかなって。かわいくね。え、なにこれ、儀式。儀式やってるやん。儀式繰り広げてる。そしてステーキ丼と天丼、そして寿司、米だらけ、焼きしゃぶとホタテ、これがイカの、これうまかった、リピート。なんか揚げ物がさ、うん、いい油って感じ。いや、わかる。いいよね、うん、うまいよな、天ぷら。もうここの天ぷらめっちゃ好き。うまい。こちらプリカリア、プリキュア、カードコミューン。これ去年の夏ぐらいに予約注文したやつが。やば、届きました。これ来たとめっちゃテンション上がるわ。では開封いたします。はい。うわ、ぐい。これは嬉しくない？くっそテンション上がるね。これはまずこのカードなんですけど、エモいよ多分。あの女性だったらね、うわってなると思う、うん、まずこれ懐かしい。うわ、これもね懐かしい。そんな感じで5枚入ってます。うわ、これマジ熱い。うーわ、マジでやばいね、これは。変身するんだ。あ、来た。おお、おお、うえぇ、まいちゃん、ポーズ飛んじゃないのかな。と忘れちゃった。バイバイメンバーになっちゃった。おもろい。なるほどね。
ウーバーのヤスベイですね。東京にしかないんだって。あ、東京にしかないんだ。食べてていいよ。はい、いただきます。ヤスベイは結構前に撮影に行った思い出の。あ、そうそう、ヤスベイは撮影に行ったよね。うん、つけ麺ぐらいがさっぱりしてるんだ。そうそうそう、意外とそうなんですよ。めちゃくちゃしてた。辛っ。これは食べよう。カレー。食べます。うん。うまい。うまい。やっぱ辛いマックスにしちゃうから。もしこういう時、調味料系、何が何でも上限にいくから。絶対マックスいく。なぜか。量も多いし、味も濃くする、毎回。うん。うん。え、辛っ。うわ。気抜いたら咳込むやつ。赤いしね、色が全然違う。色全然違う。ぬいぐるみポケモンフィットプクル。お、来ましたよ。出てきた。あ、でも可愛い。可愛いじゃん。箱がさ、ちゃんと。え、可愛い。ゲッチ。おお、でも意外と安いんだよ。可愛い。可愛いね。よかったね。くら寿司に行きますか。くら寿司。何頼もうかな。たこ焼き頼んだ。じゃあまずくらポテト。これ食べていい？食べろ。こちら、な謎の食い物。こちら、食い物。これ食べたい。あれ結構ここから食べるんだけど。わかるよね、わかる。楽しみ楽しみ。うまい。うん。俺も腹減って早く食べたい。これ大食い対決だからさ。お見返りするの？やっぱあの香取さんと稲垣さんが大ライブでここ来てるから2人やん。あれは彼も1人でもかわいそうになって大切りとろサーモン食べちゃおうかな。こんな食べる。おいよ、サーモンも来た。サーモン、マグロ、サーモン来た。では食べます。いただきます。やべ、腹減ってたから。うん、うまい。私がフランスで一番うまいと思ってるこれ、エビ炙りグラタンチーズと炙りグラタンサーモン。やっぱチーズが最高。そう、あ、これあれが進めればよかった。いやー、確かにどうせだったんだ。うん、マグロもうまいっすね。うん、お、プラポテト来た。これ俺ポテト評論家なんだけど、うん、これかなりおすすめ。うまい。うまい。うまいんだ。ハマチ食べたい。うん、うまい。マグロ一個。たこ焼き食べる。俺今日すごい勢いで食うから。もうなんかもう4杯。そうだよ。やべっすよ。うん、うまい。うまい。たこ焼きうまい。たこ焼き食べたかったんだよね、ずっと。あ、そうなの。うん、フランス何でもあるから、さっきからは。うん、そうだ、1個食いたいのあった。うん、アナゴ。え、アナゴ珍しいね。やらなかった。あの、稲垣さんがアナゴうまいって。あ、めっちゃ言ってた。こんなうまいってと思った。マグロうまいね。マグロうまかった。私、あんまこういうところマグロ食べたことない。マックスはある。あー、そっか、中トロだ、もえちゃん。だって、もえちゃんといえば中トロだ。イクラ食べたい。アナゴ食べてみる。確かにアナゴうまいかも。アナゴうまい。うん、また来たんだけど。え、なにこれ。アフリーウェイグラさん、大量に。やばいやばい。どんだけだろう。4つにしちゃったのかも。4つ来た。ほぼアフリーウェイグラさんだ。アフリーウェイグラさんだらけだ。2倍と3倍と3倍と3倍と、うん、いくらこんなにいっぱい頼んでんの。何これ。間違えていっぱい頼んでんけど、バグってない。なんかいくら3つ来たんだけど。やばいやばい。稲垣さん何歳だっけ。稲垣さんは40だっけ。2人で40。あ、そうだ、香取さんが26歳で、うん、14。いや、14も結構すごいな。5、6、7、8だ。あと半分、半分。私も13歳目。もうちゃん、あの時41食ってた。
30分で41食べた。あの仕事だからね、プライベートは本当に食べれないんだよ。肉食おう。買いくらなくちゃったら。うん、ちょっとね、あ、イベリコ豚のね、大トロうまいんだわ。今、まあ、スコーラー欲しかったな。うん、本当に時々に、まあ、上が欲しかったな。もう2人もいいけど、私めっちゃさ、憧れることがあって、うん、YouTube 一緒に撮りたい。あー、兄弟で。めっちゃ羨ましいんだよね。多いよね。うん、すげえ、これ長い。何？恵方巻きだ。恵方巻き、恵方巻き。結構食べたんじゃない？これ。結構食べたんじゃない。11。おお、すごい。もう無理かも。11？ まだまだだよ。あの、長木さんすごい。長木君と、とても違うね。いやー。やばい。25杯だ。25か。俺の勝ち。え、余裕だろ。急に余裕で負けてる。でもさ、この間収録行ったじゃん、萌えちゃん。うん、アベマで。でさ、くら寿司の話になってさ、なんでベンクラボン知らなかったんだって詰められてた。思い出したんだけどさ、ベンクラボン停止されてたよね。え、あれ、あの、ダメだった。撮影でベンクラボンダメらしい。あ、そうなの？基本的には。なんで？なんかその時の期間限定とかだから。あー、カンペ読みが苦手で。あー、カンペあった？あ、めっちゃあった。あ、そうなの？あ、なんか、まあ、こんなに出たことはないけど、まあ、テレビ、まあ、結構たまに出たりするじゃん、うん、毎回カンペがあるのよ、うん、で、あれに沿って進めていくんだけど、チラッと見て、なんかそのいいタイミングでそれを言わなきゃいけない、うん、あれがマジで気づいた。みんなバーって喋ってるから、自分から切り出すのは恥ずかしい。確かに確かに。収録は空気読みらしいよ。マジで空気読みだと思う。みちょぱちゃんとかすごいなと思った。ああ、ノリトラすごいね。あ、もう来たよ。あ、来ちゃったね。異次元の気分。異次元の気分。まあさ、それで俺、この間のさ、収録でさ、初めてさ、俺6弁食ったのよ。ああ。全然関係ねえのにさ、俺も食っていい感じだったからさ、余計に食べたの。美味しかった。なんだっけ、マイセン。マイセンだよ。マイセンの弁当だよ。すごいっすよ。あの、箱持って帰ろうかと思ったの。俺も嬉しかった。嬉しかった。嬉しくね、ロケ面は嬉しいだろ。で、帰るとさ、弁当持ってきな。いやいやいや。いい経験だった。うん、いい経験だった。弁当嬉しかった。おもろかったんですよ。パナックスターにも会えて。あ、一言も喋んなかったけど。一回コラボしてんのに、一言も喋らず、お互いさ、人見知りだからさ、え、しかも丸割りにいいのに話さずに終わったって。まるで、あの、初めて会ったからね。それでは、帰ります。くら寿司、二人ともすっぴんだったので、うん、この画角でラジオだよね。確かに、寿司ラジオ。寿司ラジオね、寿司ラジオ。では